湿度っていうのは今 60% から 55% だ。1日でまあちょっと 5% くらい乾燥しちゃったけど、まだまだ我々まあ生きられるよね。でもどうだ、 60% だった湿度、1日で 50ml 減った冬の気温だと湿度 10% だ。人間の命も危ない、そういうことになってくるよね。これはあくまで極端な例だけど、起きてることはそういうこと。何が言いたいかっていうと、冬場とか気温が低いと少し水が蒸発しただけでもギューンと湿度が落ちるってわけね。逆もそう、ちょっと水を足しただけでギューンと湿度が上がりやすい。これが冬の嫌なとこだ。